こんにちは、助産師のしおりぬです。さて、今日はこの早稲田大学に講義に来させていただきました。今日はその授業の模様もお届けしようと思うので、ぜひ最後までご覧ください。どうぞ。おはようございます。はい、ありがとうございます。ということで、今ご紹介いただきました助産師の大貫しおりと申します。助産師っていう仕事聞いたことあるぞっていう人、あ、結構いる。あ、いいですね、ありがとうございます。助産師っていう仕事に皆さんどういうイメージがあるでしょうかね。なんとなくこう産婦人科の中で働いてて出産のお手伝いをしてそうっていうことは思ってらっしゃるかなと思うんですけど、まあ、それだけではなくてですね、性教育っていう活動も助産師っていう仕事の大事な役割だったりします。皆さんに知ってほしい数字があるんですよ。それが中絶件数の話です。この日本で10代の女の子が人工妊娠中絶っていうのをどれくらい経験してるかっていうと、はい、2016年のデータですが、いいですか、これ10代だけでです。1年あたり 14,666 件の中絶手術が行われています。これ割り算すると大体1日40人以上ですね。各都道府県に1人ぐらいは1日1人10代の女の子が経験しているっていう現状があると。こういう現実があるのを知っておきながら、きちんとした性教育を行わないのって大人の責任果たしてないんじゃないかなって私は感じているんですね。性教育をね、オープンに進めることに反対する大人たちは、そういう知識をあんまり早いうちから伝えてしまうと、好奇心からそういった行為を早くに始める子が増えるんじゃないかということを言って反対している人がたくさんいます。でも実際にね、1年間で1万5000人ぐらいの女の子たちが中絶をしているっていう現実を見た時に、もうすでに困っている子がこんなにいるのに、避妊のスキルとかきちんと伝えないのってどうなんだろうって思ってるんですね。で、まず初めに話すのは避妊の話です。で、じゃあピルってなんで避妊になるんだろうね、そもそもっていうシステムを理解していくのも大事なので、それの説明をしてみようかなと思います。いいですか。ピルがどうして避妊になるのか、大きな効果としては3つあるんですが、メインはこの1番ですね、排卵を止めます。いいですか。女の人の体では、大体28日周期、1ヶ月ぐらいのサイクルを通して、この卵巣っていう場所で卵子の元になる細胞が同時に1000個ぐらい育てられてます。めっちゃ頑張ってんの、卵巣が。で、1000個ぐらい一気に育てていくうちに、たった1個、1ヶ月につき1個、お前が MVP みたいな一番いい卵子がですね、決まるんですよ。そうすると、そのたった1個の卵子をこの卵巣の壁をプチッと破って、外にポイッと送り出すんです。ポイッと送り出す。この卵管の端っこ、イソギンチャクみたいな部分が、その卵子をしっかりキャッチみたいな感じでゴワッともらってくれて、受け取ってくれて、その卵子が中に運ばれていって、精子が来るんですかどうですかって感じでこう待つんですけど、その排卵ね、その排卵っていうのをこのピルを飲むことで止めることができます。なので、まあ、そもそも赤ちゃんの元になる卵子自体が卵管の中に入ってこないから妊娠が起こらないよねっていうのが一番大きな効果です。性感染症、口酸っぱく言ってますが、何が大事かっていうと、ほい、予防と早期発見、早期治療っていうのが大事です。予防のためには何ができるかって言ったら、この3つですね。性感染症はさっき言った通り、性行為やそれに類似する行為、まあ、つまりオーラルセックスとかも入るよっていう話なんですけど、皮膚とか粘膜が接触することでうつる感染症のことが、性感染症っていうんで、まず一つ目の、選択肢としてはノーセックス、性行為をしない。これは当たり前ですよね。性行為をしなければうつる機会がないでしょうと。その次、セーフセックス、安全なセックスってことです。だからコンドームを使おうっていうことです。あとは3つ目、ステディーセックス、特定の相手とだけ。まあ当たり前じゃと思うかもしれないんですけど、今ね、いろんな恋愛の形があるから、ポリアモリーとかね、複数の相手がいる場合もありますが、性行為の相手、ね、その機会が少ないほど、まあ、リスクが低いっていうのは理解できると思うので、特定の相手とするっていうのが大事か。この3つが主な予防法ですよと言えると思います。皆さん、この性的同意、セクシャルコンセントっていう言葉って聞いたことがありますかね。性
行為をするっていうのに自分でイエスというかノーというかその意思表示をきちっと確認しましょうねっていうことが最近よく言われるようになってきていてですね、あとはこの性的同意のことを説明すると、なぜかね、あの男の人が女の人に聞かなきゃいけないっていう構図をなぜか想像する人がいたりするんですけど、そこに性別は全く関係ないですよ。あの同意を確認する責任っていうのはアクションを起こす側にあります。いい？なのでそういった性的な行為とか性的接触したいなと思った人が相手の自己決定権を大事にして確認をするっていう責任があるんだよっていうことは覚えておいてほしいなと思います。ではここでちょっとディスカッションタイムを作ろうかなと思ってて、いいですか？今日皆さんにお話ししたような性教育、具体的な話をいろいろしたと思います。こういうの本当は何歳からやった方がいいと思うっていうのをぜひ皆さんに考えてみてほしいなと思うので、ちょっとご相談をしてみてください。お話を聞きたいなと思うので発表してもいいぞっていう人、お素晴らしい、はい、小学校3年生とか4年生とかそれくらいからがいいんじゃないかなと思います。はい、理由としてはここのグループで性行為っていうのはどういうことなのかを知ったのはいつですかって聞いてみたら、だいたい小学校5、6年生だったんですね。その教育から先だったらいいんですけど、人の話から聞くのが始まりだったらエロいっていうところから始まってしまうと思うんですね。でそれっていうのは正しい知識から始まらないので、それに先んじる必要があるって思っていて、で私たちが小学生の時はまだネットを子供が積極的に使う時代ではなかったけど、今は多分小学生もスマホを持ってインターネットを普段から使うようになってきてると思うんです。だからそういうエロいコンテンツに接触してしまう年齢が多分下がってると思うので、体の違いがあるっていうのを知りつつある小学校 1,2 年生のその次の段階 3,4 年生から性行為について知っていてもいいんじゃないかなって思いました。はい、ありがとうございます。拍手。そう、本当にこうね、今の皆さんの意見を聞いて、あの性行為というのが初めてしたのいつかっていう視点から考えたら本当に素晴らしい視点だなと思いましたし、本当おっしゃってくださった通り、今そういう動画とかからなんかそういう適切でない情報を得ている子どもたちすごい多いんですね。なので本当にそういうメディアから不適切な情報に触れる前に、本当に正しい情報との見分け方っていうのをお伝えしておくというのはすごい大事ですね。ありがとうございます。じゃあ、あとお一人ぐらいいらっしゃいますか？はい、じゃあお願いします。僕たちは今回ピルの話とか結構、まあ、僕男で聞いてて、あ、絶対に自分が女だったらピル見たいと思うだろうなとか思ったので、うん、なんかそういう自分で選んで行動していけるのが大体高校生ぐらいからかなっていう話になったので、その高校生からすぐ行動を起こせるように、中学までにはこういう例えばピルこういうの効果があってこういう使い方ができるよとか、あともし万が一まずいことになった時にはアフターピルとかいう手段もあるよっていうことを教えられるように、中学までにはこういう内容が教えられてたら、高校生になっていざ自分が行動範囲とか行動選択肢とかが増えていった時にいろんな動きができるんじゃないかなっていうふうな話になりました。はい、ありがとうございます。もう本当にね、おっしゃってくださった通り、知らなくて選べないのと知ってて選ばないのって全然違うと思うんですよ。必要ない人は飲まなくていいし、全員でピル勧めてるわけじゃ全然ないんですけど、今自分に与えられてる選択肢をきちんと理解した上で自分で納得して選ぶっていうのがすごい大事だと思うんですね。性行為するしないもそうですけど、そういった性的なことにはどういう理由がついてきて、どういうリスクがあってどういうメリットがあって、その上でするしないっていうのを自分で決めるっていうのがすごく大事だと思うので、その選択肢を早い段階からきちんと伝える必要があるんじゃないかっていうご意見をね、本当に同意します。ありがとうございました。はい、私のお話は以上です。ありがとうございました。ピルがなぜ貧民になるのかっていうのは今日初めて知ったこともあって、大学生でも知っておくべき知識を知らないことがあるっていうのは
それっていうのは性教育がちゃんとなされなかった結果が今の私たちであると思うので、そのもっと性をオープンにして実際に必要な知識を教育でつけていくべきだなと思いました。自分たちって結構やっぱり教わってないなって思うことがすごく多くて、このままこう大人になったりとか教師になってこういろんな人と関わっていく中で、なんか自分たちにも少しでもできることがあるなっていうのをすごく学べた、はい、会でした。本当に楽しかったです。ありがとうございました。知らないことがすごいいっぱいあってとても勉強になりましたし、伝えなきゃいけない人がいっぱいいるなっていうことを改めて実感しました。どうもありがとうございました。